여자 탁구 대표팀 에이스인 신유빈과 전지희 선수가 21년 만에 아시아 선수권에서 복식 금메달을 획득했는데요. 이는 한국 선수가 아시아 선수권에서 여자 복식 금메달을 따낸 것은 2000년 도하 대회에서 이은실과 서금미 듀오 이후에 21년 만입니다. 신유빈은 이번 대회 단식 준결승에서 안도 미나미를 꺾고 결승에 진출해 하야타 히나와 접전을 펼치는 등 복식 준결승에서는 일본의 신예 선수인 나가사키 미우와 안도 미나미 듀오의 승리에 일본에서도 화제를 모았는데요. 그럼 야후 재팬에 게재된 기사의 댓글 반응을 조금 살펴보겠습니다. 新ユビンはまだ17歳、これからまだまだ強くなる。日本は伊藤、早田の2枚看板だが、中国に勝つにはあと1人欲しい。 張本妹はまだ13歳なので、4年後に全日本でベスト4以上を目指してほしい。男女とも中国が国内大会とのバッティングで出場しないことで各国とも千載一遇の優勝のチャンス。女子は団体、シングルス、混合と日本にタイトルを奪われたから、このダブルスは是が非でも取りたかったタイトルでしょう。 基本慈悲は今大会でも早田に負けているが、その前の大会でも決勝で早田に負けて泣きじゃくっていたのが印象的。本当におめでとうございます。大会を通して日本女子の強さが際立った大会でしたが、男子では逆にダブルは日本が優勝したものの、団体、シングルスは韓国が優勝。トータルで見ると日本と韓国がそれぞれ金メダルを分け合った大会でした。 決勝など、それぞれの種目はかなりハイレベルの試合で素晴らしかったんですが、それでも出場していればほとんどのタイトルを奪っていたであろう中国を考えると、逆にここにいない中国選手の強さ、凄まじさを感じてしまいますね。中国勢は不参加だし、日本もメダリスト不在だったので、ほぼベストメンバーの韓国が金メダル独占してもおかしくなかったけど、日本勢の頑張りが目立った大会でした。 早田ひなちゃんの3冠はあっぱれです。チュヨンジヒ選手は早田ひなちゃんに3-0から逆転負けして号泣してました。その悔しさはダブルスの金メダルで晴らせたでしょうか。やっぱりユビンはこれからのエースになってくる。日本も最大限警戒しないといけない相手。メジャー国際大会、日本も五輪メンバーは出場しなかったが、 快挙というほどの価値があるのか?やってること自体知らん人が多いんじゃね? 이렇게 일본의 반응을 살펴보았는데요. 중국의 불참과 일본 측의 이군 선발 등은 조금은 아쉬움이 남지만 머나먼 카타르 도하의 원정길에 금메달을 따낸 대한민국 태극전사들 정말 수고하셨습니다.